佐野王子氏久野王子は、和歌山県新宮市にある神社旧市。熊野九十九王子の一つ、県指定史跡。佐野王子の創建年代は明らかではなく、上限四年の信明門院三景期に所出する。江戸期の知事、貴族府江戸期は、熊野那智大社の境外末社となった後、廃絶したと伝えている。それによれば、 佐野王子の跡地は若市王子森と呼ばれており、周囲230軒の立派な森であったという。しかし、他の記録には、本来の佐野王子とは、近くの王子川下藩に設けられた原井書が展示たものであるとされ、この原井書を継承したとみられる若市王子神社が明治まで存続していた。この神社は、1911年10月26日付で、 新宮市佐野山田の雨の港主の神社神社に合紙廃絶された。その後も1926年の和歌山県の調査では、王子橋から約2丁の松林の中に三尺四方の長子があったとしているが、新宮市には倒壊して失われたと述べられている。現在地は王子橋の北約80メートルの位置にあり、王子跡と刻名された石碑及び説明版。 さらに、石踏みの北側約10メートルに、北条政子の北京院と地蔵群、南側約40メートルに、神武天皇聖衣佐尾野の明ら日がある。ありがとうございます。